疲れ様です。速稼塾の久保です。公明党のね、今山口夏男代表が記者の前で喋ってるところをね、速報という形で見てるんですけども、これ実はね、3日前のインタビューなんですよね。で、結局ここにも書いてますけども、政治資金規正法改正めぐり岸田首相と会談ということで、岸田総理とね、この政治資金、いわゆる政治と金の問題について、もうこのままじゃダメだよと、これから火の玉になってね、自民党を生まれ変わらせる、そして政治に国民の信頼を取り戻すために思い切ったことをやらないとダメだというふうにやって、政倫審などさまざまな期待をね、捉えて岸田総理はじめ自民党の方が言い訳をしてきたわけですけども、結局分かったことは、みんながね、口裏を合わせて知らぬ存ぜぬを決め込んで時間切れを狙っていたということですよね。そして山口夏男代表もね、そばにいながら全くそのことについて分からないし、知らされてないし、やぶ蛇になるからついてないのかもしれませんけどもね。つまりね、これ今、これ動画の方、動画概要欄つけときますけども、これ山口夏男代表がいろいろ言ってますけども、なんだお前らも自民党と同じじゃねえかよ、ということなんですよ。で、そもそもね、岸田総理がたびたび言われてますよね。捜査権のない中、その制限の中で聞き取りをするのは非常に難しいんだ、というふうに言ってましたけども、なんのことはない。自民党の人がみんな正直に喋ればいいだけのことなんですよ。つまり、口を拭ってね、知らんぷりしたいというところを、お互いに泳がしているのが自民党の姿なんですよね。で、その先頭に立っているのが岸田総理で、これも知らぬ存ぜぬを決め込んでるわけですよ。そして、翻ってみると、今回、山口夏男代表も公明党をね、きちんと操縦してるのかなと思ったら、そうでもないんじゃないかなというところが、インタビューの中に、ちらほらと見えてくるわけですよ。さらにここ何日かのことですけども、創価学会に対するね、創価学会から公明党に対する、様々な暴露など素直な気持ちを聞くに、やっぱり創価学会が公明党をね、お荷物に思ってるんじゃないかなと、公明党のせいで創価学会の評判が悪くなってると。これはでも本当にその通りですよ。公明党がなんだ、国民の党、福祉の党、なんだかよく分かりませんけども、国民のために寄り添うようなふりをしてね、結局自民党の軍門に下ってるわけですよ。何をやってんだと私は思いますけどもね。それでこうやって記者の前で喋ることも、結局的を得ないね、のらりくらりとして、まさにね、この顔、岸田総理とまるで変わらないぞと、ただ眼鏡をかけてないだけじゃないかっていうふうには見えてくるわけなんですけどね。さあ、それではね、この辺で私からのコメントは終わりにさせていただいて、実際にね、この山口夏男代表、そして公明党が創価学会から見下り犯を叩きつけられているという状況を頭に思い浮かべながら、もう一回この記者団に対してのコメントを見てください。なんとも空虚でね、なんか次回のこういった記者会見にはこの人はもう出てこないんじゃないかなと思うぐらいでございます。でも本当に今創価学会の方はね、なんか除名を覚悟で様々な真実を吐露してくださって、いやでもね、除名になるのはどちらかというと公明党に組みしていた人たちの方なんじゃないかなと。これから本当に創価学会の中で正しい政治部というのがやっと機能し始めるのではないかなと思うわけですけども、皆さんどのようにお感じでしょうか。それでは以上でございます。